どうしよう。はい、というわけで今日は、トレーラーがほぼほぼ完成したんで、ちょっとね、バモスのね、スライドアウト撤去したんで、それでちょっと内装をちょっと作っていこうかなと思います。複合版が待ってるんで、まあバモスで全部使った方が次の作業きっちりいけるんですということで、やっていく。よし、作業台もできたし、中に工具詰め込みましたな。こんにちは。はい、というわけで、なんとですね、スライドアウト撤去しましたわ。はい、撤去しました。はい、まあこれの経緯についてお話すると、まあ試験的にスライドアウトを作って、実用していくということで、まあある程度、試験実用が、まあ、終わりました。で、いいところも悪いところも、まあ、ありましたんで、まあその辺も説明していきたいなと思います。まず良かったことは、あの荷物を積んだ状態でも、出れる、まあ、車内がすごい拡大していいっていうことですね。そう、荷物が満載で足伸ばし寝れるのは最高ですよ。あ、ちなみにこれサムネであるんで、これクリックしたらこれ見れます。で、もう一個は、まあ、広くて荷物が載せれて、広げたら、まあ、室内空間も有意義に使えたりとか、まあ結構なメリットはあったんですが、逆にデメリットもあります。僕はトレーラーを製作するときに、まあ、資材を結構ここに載せるんですよ。その時に開口の幅が狭くて、定着の決まった定められた大きさのコンパネとか、アルミ複合板をここに載せることができなかったんですよね。だからその時だけまっちゃんに車借りたり、マー君の車で行ったりいろいろしてたんですけど、まああまりにもちょっと周りに迷惑かけるのもどうかなということで、スライドアウトはもう完全に撤去しました。で、今後このバモスはその資材が載せれて快適に何かをできるというような感じで今考えてて、あとヒッチキャリアもせっかくあるんで、まあ、これを活用して荷物をその余剰積んでいくというようなイメージで、まあ、もう一つはもう関西がほぼほぼ釣りするところがなくて、もう関西にいる限りは一旦釣りは置いとこうという感じで、まあ宮崎行けば好きなだけ釣りできるし、今ここで無理して釣り行かなくても、今は仕事に打ち込んで頑張ろうかなと思ったら、もう別にスライドアウトでキャンピングする人ねえじゃんっていうのが、まあ、結果としてあります。ただ移動式のエレベーターのキッチン作ってたと思うんですが、これはもうアルミ複合板で製品化してみようかなというふうに今考えていて、まあ、これは近いうちにまた、作っていきたいと思ってます。現状はあれ木を薄紅で作ったんですが、まあ薄紅だと水吸ったりやっぱり脆いというところもあるしっていうんで、次回からはそれを複合板で作っていく仕様にしようかなというふうに思いました。まあ、そんなことで、後ろすっからかになっちゃいましたけど、まあメリットデメリットそれぞれあるんやなと改めて思いました。まあそれね、室内に広げて寝れるというのはほんまに良かったんですが、まあ、荷物のあり方をねこれから考えてすべきなのかなと。あとまあせっかくトレーラーがあるんで、まあ、トレーラーの方をやっぱり使いながら、やる方が今後の自分のためでもあるので、まあ一旦バモスのスライドアウトは終了です。でこれは当たり障りない感じで両面に家具をちっちゃいのを作ったりとか、まあ、そっちの DIY を
していこうかなと思ってます。だから動画もそんな感じで、あのバモスの DIY とか、キッチンカーの依頼もちょこちょこ増えてきているんで、まあ、キッチンバンを動画にしたりとか、あらゆるいろんなものを作りがまだ残っているんで、まあ、それらを動画にしていきたいと思います。というわけで今日は、バモスのスライドアウト、デメリット、メリットの話でした。ありがとうございます。はい、それでは今日はですね、結構ね、過去の動画にも質問がありまして、結構多いのが、これから自分も作ろうと思ってるんでっていうので、アドバイス的なことをね、知りたい方も結構おられるということで、あくまでも僕の考えなので、思考が合わなかったら、やらなくて大丈夫です。あくまで僕がこれまでずっと作ってきた中で、これは失敗だった、これは良かったとか、そういうのを分けて今回考えてやりたいと思います。で、まず作る時に、大体の人が通ると思うんですけど、僕もある程度キャンピングトレーラーはそんなに予算考えずに作ったこともあったからそこまでなんですけど、バモスを最初にベッドキット作った時にはできるだけ安く、作りたいということで、木材を結構作らせていただきました。木材を使って結構作ったんですね。で、木材と、フレーム組むときに、木材とアルミパイプ、鉄パイプ、ステンレスパイプとか言っていっぱいあるんです。で、その中で何をチョイスしたらいいのかということでお話しさせていただきたいと思います。まずですね、一般的に結構柱って、安く上げようと思ったら杉材というタルキを使うんですよね。で、それで組み立てて外板張ってっていうパターンの人結構いてると思うんですけど、これに関して言うと軽トラックが、まあ、ダントツ多いです。軽トラックでやってる人は結構そういう組み方をしてやってる方がいるんですよ。で、これで一度ね、計算してほしいんですよ。板ベニヤ、これ600円ぐらいやから、これ貼ってペンキ塗りゃいいやんっていうパターンの1のパターンと、板ベニヤ貼って上から FRP を貼ればいいじゃんっていう人の2パターン。で、複合板でつるつる最初から綺麗な状態の方がいいじゃんということで、3パターンということで、この3つで考えていきます。それじゃあ、3パターンですね。これが、まあ、反復修理っていうのが、頻繁にそれを修理しないといけない状況があるかないかで決めてます。このベニヤプラスペンキはもう必ずいると言っても過言じゃないぐらい、反復修理がいります。一番いらないのはアルミ複合板。ほぼ触らなくて、耐用年数高いです。そして続いてコストなんですけど、パッと見はね、ベニヤめっちゃ安く見えるんですよ。これ、大体のおおよその算出すると8360円、1万以内でこれ定着ボックスはできるんですけど、まあ、もちろん骨は含まれてません。まあ、タルキを使っても知れてるんですよ。で、次に薄ベニヤと FRP のペンキ。で、この FRP はいちいちその都度道具を買わないと絶対それできないので、一応これは含めました。マットも入ってます。というわけで38360円かかるという感じです。そしてアルミ複合板、この最安版というね、アルミ複合板でも一番安いのはうち使ってないんですよ、ペラペラだから。というわけで、まあ最安版でもしやったとしても13900円ということでね、これよりも厚みがあっても、まあこれの2倍ぐらいですね。なので金額的には知れてます。で、結論から言うと複合を使うのが一番軽く仕上がります。間違いなく仕上がります。っていうのは、例えばベニヤじゃなくてコンパネを使った場合、あれ 9.5 ミリとか 10ミリ超えると11キロぐらいあるんですよ。それを面に関して立てていった段階でもう3、40キロいっちゃうんですよね、床も入れたら。で、それで後で箱を下ろすわけじゃないですか。一人で下ろすタイプだと箱を下ろすじゃないですか。それできんのかっていうことなんですよね。で、みんなジャッキを作って乗せるんですけど、一人で下ろせる人ばっかりじゃないんで、
実際問題現実的ではないと。でじゃあ高つくのが嫌やから安くでやってるんやっていう問題があると思うんですけど、確かに板紅屋の薄紅は600円ぐらいで、例えば壁を、扉を考えずに4枚立てたら2400円、すごい安く感じるんですけど、ここからペンキを塗っていったりして、あと交換コストを考えると最終的に見たら3年で、複合板普通に買えるぐらいいってます。間違いなくいってます。板結構腐るんで、あと雨漏りのストレスも結局半端じゃないと思うんで、もう思い切って複合板4枚とか、例えば5枚とか6枚買ってる方が、その時は3万とか4万いくんですが、後々のこと考えるといいです。ただそれもめっちゃデメリットがあって、初めてされるってことは乗って使っているうちに絶対にモデルチェンジをしたくなるってことなんですよ。もう 100% と言い切れるぐらい仕様を変えたくなるんです。その時にもともと高い部材で作った場合、大きな変化を作れないっていうので、木がそこが優れてるというところですね。で、ちなみにアルミの複合板の板と板紅の薄物はそこまで重量変わらないんですが、板紅屋の特徴としたら、まあとにかく交換サイクルを短くして早くシルエットが見えるっていう点では全然 OK だと思います。で、アルミ複合板もそのままネジも打てるんで、この2つに関して、固定方法に関してはどちらも問題ないと思うんですよ。ただ、木って結構水吸うので、気づいたら夏と冬、パネルを外した時にギンギンに反ってることってあるんですよね。結構反りが激しくて、まあベニヤでフラッシュ加工を置いてこう挟んでたらいいんですけど、剥き出しの状態って結構打ち込んでも空いてたりするんで、角材を使ったりしないとっていう面で考えると、もう外板だけはアルミ使っとけっていうようなイメージです。あと続いて、骨材についてはもう自分で使うんであれば全然もう木のたるきとかね、あんなんでいいと思うんですが、木のたるきを使って最終的にその加工が何の目的かによるんですよね。だからマックスで350キロ詰めるからって言って箱バーンってこさえてやってる、それをまた下ろすことも考えて作ってるって考えた場合、箱って極力軽くないとダメなわけでね。ってなるとフレームは軽さの順番でいくとアルミパイプの方に寄っていくんですけども、アルミパイプもなかなかのコストがあるんで、例えば40角のこの角パイプをセットして、柱のごとに配置した場合はそれなりのコストはかかります。ただ、腐りにくいっていうのと、まあ長く使えるっていう面がすごくメリットであると、あと軽く作れるっていうんで、正味箱とフラッシュしたアルミ複合板で重量取った場合20キロないんですよ。だから軽さでいくならそっちの方がいいのかなというふうに思います。ただまあ木も切ればすごい自由で自由自在に作れるんで、それはそれですごいメリットあるんですけど、結局ゆくゆく後悔しちゃうというか、まあ木のベッドで作った場合も、木かすがずっと車内の下にある状態になりがちなんですよ、ミスにならなかったら。っていうことを考えると、パイプでね、見栄えもバーンって綺麗方が乗ってて気持ちがいいかなというふうにちょっと思ったりしてます。で、ちょっと間端折ったんですが、木に FRP を巻くっていうパターンですね。で、防水ってなってるんですけど、結局 FRP 丸裸の状態ではあれ防水できてるようで防水できていないんで、無意味だと思います。パッと見はね、わからないんですが、巣穴を完全に消してローラーでしごいてる人が何人いるかといったら僕ほとんどいないと思いますね。それぐらい難しいんですよ、巣穴を抜くことって。ローラー転がせば巣穴全部取れるわけじゃないんで。で、巣穴が開いたらどうなるかというと、そこだけ樹脂がいないので、
どんどん薄いが入ってくるんですよね。でそれが木をこさらせてしまう点で、色がね変色してきます。水吸った時点で白濁するんですよ、 FRP って。だから、白濁してきます。で一般的に FRP 樹脂でやってるんですけど、実はあれ防水効果はそんなにはないです。そんなにないっていうのは語弊なんですけど、脱法しなかった場合はあれ FRP も防水樹脂っていうのがきちんと設定されてるんで、それを使わない、もしくはトップコートしない状態で FRP 塗ってもほぼほぼ意味ないですね。あの絶対腐っていきます。で腐った後に産業廃棄物になるんですよ。でこれを処分できるのかっていうのが、問題なんですよ。大変なんですよ。で木と FRP って複合されてるんで、普通のゴミには当然捨てれないし、カットして隠したら一般ゴミに捨てれるっていう人もいるんですけど、木が混ざってて核を細切れにずっとやっていくってなかなかの体力いるし、という意味であと重たくなりますね。樹脂は固まっても揮発したって重量変わらないんで、そんなに。なのでもう重量分全てがかかります。ちなみにあの定着の板をバーってやっていったらたった6枚で20キロの岩塊なくなるんで、ということは一等間全部使って20キロ増量しちゃうんですよ、防水だけで。だったらアルミ複合板の方が結局安くなっちゃうんですね、処理のことも考えたら。で複合板のいいのは折ったら折れるんですよ、曲げて折ったら折れるんですよ。そこがメリットで、で細切れにしていけるっていうのがメリットですね。ただ燃えるゴミでは捨てれないんで、まあ、結局産業廃棄物になるんですけども、そういうのをいろいろ考えていくとパネルだけは絶対お金かけた方がいいっていう結論になってくるんですよね。だから僕はベニヤはもう絶対に推奨しないっていうんで、一切使ってません、これまでも。形を見るためだけとか内装材に板紅を使う以外、外門に板紅を使うっていう用途は一切ないですね。樹脂をちょっと過度に信頼しすぎるととにかく薄いが入ってるのがすごいブルーになると思うんで、これから作られる方は、壁だけはちゃんとしましょうという感じですね。あと垂直水平がなかなか取れない、取りにくいっていうのが、タルキとか杉材とかの、まあ、デメリットで、アルミの角材だと切ったものを板にセットしてぴったり合わせててネジ打ったらその通りになるんですけど、タルキっていうのは曲がっていくんで何ぼでも押せば、だからちょっとずれとっても入っていけるんですよね。だから最終的に面合わせするときにめっちゃ大変なんですよ。でもう一点は最後に加塗材のアングル、こんなアングルをね付き合わせてこういう風に角に付き合わせると思うんですけど、このアングル材よりも離れた位置にネジ打つとそれ隠すのが大変なんで、必ず板材と板材が組まれていたらなるべく外側、お互いの外側にネジをやった方が締まりがいいです。それだけ知ってるだけでもめちゃめちゃ仕上がりが変わると思うんで、まあ参考になればと思いまして、今日はまあ壁編で、反響があれば、今後まあ例えば床編とか扉編とかいろいろやってみたいと思います。まあ、とりあえずこんな感じで、スライドアウトの動画と引っ付けてみました。まあ、スライドアウトもボツにしたんですけど、全然使えなかったことっていうのはなくて、あのとにかく資材が積めなかったんですよ。それがちょっと僕のストレスに買ってしまったっていうだけなんで、あの使えるのは使えるんですけども、実用するためにはもうキャンピングって特化しないと、日常の DIY とかでは使い物にならないっていうのが結論です。というわけで外しました。まあ、そんなことでまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。